はい、ということで今日はメキシコ料理ケサディージャをね作りながら紹介していきたいと思うんですけども、まず材料ですね、アボカド、レタス、玉ねぎ、そしてねトルティーヤ、鶏肉、オアハカチーズ、トマトソース、こちらねなってるんですけどもね。さあ早速料理始めていきたいと思うんですけども、まずは玉ねぎを切っていくんですけども、危なっかしいですね。そしてね野菜は押し切りってね習ったんですけど、僕は引いて切ります。切りやすいんですよね、絶対引いた方が切りやすいでしょ。だってみんなどう違う、雨痛いのに我慢してきて偉いね。で玉ねぎ切り終わったらフライパンに油を敷いてね玉ねぎぶち込みます、とりあえず。でねラミロさんも普通に YouTube 見て休んでるんでね、僕がもう一人で片手でカメラ持ってね片手で料理していかなきゃなって感じなんですけどね。そうします、僕マルチタスクができないんでね、トマトソースこれ半分なんですけど間違って全部入れちゃいました。やべ、入れすぎた、ダメなんですよねマルチタスクが。で味付けはねいろいろ入ってそうな塩に任せまして、でねもう食べれる状態の鶏肉をねもうこう自分でね手でほぐしていきます。この作業雑にやっちゃうと骨とか入っちゃってね危ないんでね丁寧にやんなきゃいけないんですけども、で終わったらトマトソースにまずこれをぶち込んで、で次はアボカドなんですけど、このアボカドなんかめっちゃね若いのかすごい硬かったんでね、4かけらだけとりあえず入れておきます。そしたらね水加えながら10分ぐらい待ちます。でトマトソースとね肉がいい感じになってきたら、次は早速トルティーヤさんのね出番になりますよ。まずはトルティーヤの上にねちぎったレタスをね適当にババババババって並べていきまして、でその上に、ね、さっき煮詰めてねトマトソースと肉とね、アボカド4かけらこれを、ね、乗せていって、これが一番大事なんですよ。このねチーズ、これオハガチーズって言うんですけど、まあ、裂けるチーズみたいな感じでこれガチでうまいんですよ。これがメインの料理になるんですけどね、これをね上に乗せて、でこうやって2つ折りにしていきます。ちょっとね、まあ、中の具材が多いんですけど、まず片面を焼きまして、でその後ね裏返して、おいしょおいしょ、もうリアクションが本当に料理できなさそうなね使いのやつの動きしてるんですけどね、こうやって押してジューってね美味しそうな音をしてますよね。完成。それではいただきます。ニオンマジでうまい、天才かもしんない。料理の料理になろうかな、料理になっちゃう思ってたのとちょっと違うけど、でもねいつもねもうマジでこのケサディージャって食べ物が好きすぎて聞いたのレシピを、どんなレシピか、でその通りに作ったんだけどね、ちょっと違う、いや全然違う、でも美味しい。このねオアハカチーズがね本当に美味しい、裂けるチーズみたいな感じで、チーズ好きだからもうこれもう狂ったように食ってんだよ最近。作ったのは初めてなんだけどさ、本当にマジでラパウザの蒸し鶏とオクラのペペロンチーノ以外の衝撃の美味しさ、ハマってます。食べてマジでうまいから。どう、うまいっしょ、うまいっしょ、どう、本当にうまいっしょ、やっぱ結構いいあ、骨をちゃんと取んなかったのが敗因だね、気をつけて今度は。ということでね、やっぱり現地の食べ物をね作って食べる、これもねとても大事なね文化の教育なのでどうでしたか？完食しました。またねちょっと花嫁修行してる人とかからの需要があったらね、こういう企画どんどんやっていきますので、よろしくお願いします。